関ヶ原合戦、散った人、笑った人、バカを見た人。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、関ヶ原合戦、散った人、笑った人、バカを見た人について紹介していこうと思います。多くの武将が参戦した関ヶ原合戦。花と散った人、思わぬ幸運に笑った人、どうにもバカな目を見た人、さまざまなお人がおりました。散った人、蒲生頼里、石田三成は盟友大谷義継にさえ、お前は人徳がないと言われてしまいますが、家臣にとっては良き主君だったようです。そんな三成の臣下に蒲生頼里という武将がいました。元は蒲生氏郷に仕えていましたが、その死後に息子の大膳や同僚の安藤直重と共に三成に仕えます。なかなかの武勇の人であったらしく、関ヶ原合戦では三成の右腕司馬左近と共に家臣団の中心となって戦いました。三成の笹尾山の陣では左近と共に先方に位置していましたが、戦が進むにつれ西軍の敗色は濃く、三成も左近も乱戦の中に姿を消してゆきます。頼里は鉄砲隊を指揮していましたが、今はこれまでと残兵をかき集め、徳川方の前線を突破、織田信長の弟織田浦臭の後備えの陣に飛び込みました。浦臭を見つけた頼里、最後に良い敵に出会えたと名乗りかけます。浦臭も豪遊の者として頼里を知っており、わしに会ったのはお主の幸いじゃ、ナイフ殿に申し上げて一命を助けよう、ついてまいれと降伏を勧めます。頼里はこれを聞いて笑い出し、信長公の弟君にも似合わぬ言葉、今さらわしが除名を願うとでも思われるか、こう言って切りかかりました。浦臭は太ももに傷を受け、馬から転げ落ちました。討ち取ろうと走り寄る頼里を浦臭の家臣たちが取り囲み、めった切り。頼里は亡くなります。父の最後を聞いた大膳も自害して果てました。あまり好かれない三成ですが、関ヶ原合戦での家臣団の戦いぶりは勇ましいものでした。また生き残った三成の家臣には他家から召し抱えたいとの引き合いが相次いだそうです。家臣にとっては三成は一命を捧げても良い主人であったようです。笑った人、百万石、姫路宰相、池田輝政の場合。池田輝政は織田信長の重臣、池田恒興の次男として尾張の国清洲で生まれます。永禄7年、1564年の誕生ですから、慶長5年、1600年の関ヶ原合戦の時には36歳、まさに働き盛りの時にこの戦いを迎えました。このように輝政はもともとは織田家の武将でしたが、信長が謀反に倒れた後は羽柴秀吉に仕えます。文禄3年、1594年には秀吉の取り持ちで徳川家康の愛娘徳姫を慶室に迎えます。家康は同じ自分の子供でありながら、かなり好き嫌いがあったようです。気に食わぬ子供は冷遇していますが、徳姫は一番のお気に入りだったようで、後々まで大切に扱いました。この徳姫を妻に迎えていたのが輝政の幸運でした。さて、迎えた関ヶ原合戦、輝政は家康の東軍先鋒として、関ヶ原本戦の前哨戦である織田秀信が守る岐阜城を攻めます。福島正則と先陣を争い、輝政が競り勝ったのですが、自分の手柄にかかわらず正則と同時に城を落としたことにしたとか。関ヶ原本戦では南宮山に陣取った吉川広家や毛利秀元らの動きを牽制しつつ、家康本陣を守っていただけで
直接戦闘には関わっていません。みんなが驚いた照政への論功行賞。ところが戦後の論功行賞で照政はそれまでの三河吉田15万2千石から一気に播磨姫路52万石に加増位牌されました。これは岐阜城攻略の手柄に対してとされていますが、随分な厚遇です。姫路藩主となった照政の知業は国持ち大名として全国でも8番目に多いものでした。この位牌で照政は高い政治的地位を獲得し、発言力も増します。また慶長6年1601年2月には照政の屋敷に徳川秀忠を迎えています。これは関ヶ原合戦後初めて徳川家の人間が戸様大名の屋敷へ足を運んだもので、照政にとっては大きな名誉でした。さらに慶長7年1602年備前岡山城主小早川秀秋が跡継ぎを残さずに死ぬと、家康はその医療28万石を徳姫が産んだ照政の次男忠次にポンと与えています。忠次はわずか5歳でした。この後も徳姫が三男忠勝を産むと、9歳になった時に淡路洲本6万石を与えます。これら照政一族の領地を合わせるとなんと100万石あったので、世間は姫路宰相100万石と言い立てて驚きました。バカを見た人、吉川家と毛利家。家康が上杉討伐軍を率いて会津を目指した隙をついて決起の軍を起こそうとした石田三成。人望のないお前は表に立つな、名優義継から言われてしまった三成は、義継の剣策を入れて西国の大主毛利輝元を西軍の総大将に迎えようとします。ちょうど防御の席には毛利の外交僧安国寺恵慶も来ていましたので、早速恵慶を輝元説得に向かわせます。毛利の国元では毛利家を支える毛利の領戦の長老吉川広家が事の成り行きを危ぶんでいました。毛利は天下を望むな、この毛利元成の教えを報じる広家は、輝元が担ぎ出しにやってきた恵慶と激しい言い争いをします。結局説得された輝元は大阪城に入り、毛利家も関ヶ原合戦に巻き込まれるどころかしっかり当事者になってしまいました。広家にはこの戦いどう転んでも西軍有利とは思えません。あの三成が首謀者ではですね。しかし肝心の輝元が出陣してしまったので、やむなく広家も輝元の養子氏秀元の率いる毛利軍に同行して伊勢に出陣します。ここからが毛利を支える両戦の出番です。広家は東軍に回った黒田長政と密かに接触し、家康に密書を届けてもらいました。この度はやむなく輝元は大阪城に入りましたが、毛利家は家康殿に刃を向けようとは思いませんとの内容です。毛利家筆頭家老の福原広俊も広家の行動に賛同しています。ただこの時広家は密書のことを他の毛利の諸将とは相談していませんでした。これが後々彼が袋叩きに遭う原因です。やがて広家の手元に本田忠勝と井伊直政の連署名入りの受け書と長政と福島正則の添え書きが届きました。そこには毛利家が家康に忠誠を尽くすなら領国は安堵すると書かれていました。これで広家と広俊は安心してしまったのですね。決戦では毛利家は軍を動かさず人質2人を差し出すと誓約しています。この両者の誓約が成立したのは関ヶ原本戦の前日の
14日のことでした。でも相手はあの家康です。広家と広俊、そんな約束を信じて大丈夫か。東軍勝利、家康の歓言に乗せられる輝元。さて関ヶ原本線、秀元も永慶ももちろん輝元も、広家と広俊が陰でこそこそ動いていることなど全く知りません。南宮山に布陣した秀元は打って出ようとしますが、前方の広家軍が蓋をしてしまって動けません。ぐずぐずしているうちに裏切り続出で西軍は敗れてしまいました。家康は大老として豊臣家中の揉め事を収めましたと報告するために軍を率いて大阪城の秀頼のもとへ向かいます。大阪城には輝元と無傷の毛利軍6万がいましたが、家康は輝元に、広家殿から話は聞いている、毛利家を悪いようにはせん、今は早々に大阪城から退出されるがよかろうと耳障りの良いことを言います。広家が毛利のために動いてくれたのか、これを信じた輝元は大阪城を出てしまい、傷の毛利屋敷に入りました。入れ替わりに大阪城に入城した家康、これで難攻不落の天下の名城も豊臣秀頼という旗印も手に入れました。この2つを手放した毛利などどうとでもなります。さらに都合の良いことに、城内で輝元の花押が押された多数の書状が見つかりました。家康はこれは輝元殿が総大将として西軍の指揮を取っていた証拠として毛利方に突きつけ、前言を翻し所領没収と言い出します。慌てたのは広家、自分の独断でやった取引で毛利家の存続も危うくなってきました。広家は必死で奔走し、ようやく長門、津王二国を輝元のために残すことができました。後に広家と家康の密約を知った秀元は散々広家を攻め立てますが、もうどうにもなりません。その後の毛利家、こうして毛利家は山陽山陰八カ国120万5000石を失い、周防長門二カ国の29万8000石に押し込められてしまいました。居城広島城を追われ、本拠は萩に移され、輝元は隠居させられます。毛利家は分家一門のために藩内を分割して4つの幕家を建てました。そのうち長府、清末、徳山を師範とし、それらの藩士は江戸時代でも諸侯に列することができました。しかし広家の岩国だけは一段低い幕家の扱いで正式な藩にもなれませんでした。その後長州藩主となった毛利家では、毎年年の初めに徳川追討のこと、今年はいかがいたしましょう、いやまだ早い、このような問答が家老と藩主の間で交わされたとか。これを260年余り1年延ばしで繰り返し、幕末打倒徳川の先頭に立ったという面白いお話が伝わっています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。